はい、トシキチャンネルのトシキです。本日もオリックス純正の動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで本日の企画はこちらでございます。はい、ということで現役純正リアタイをやっていきたいと思います。ということで現役純正リアタイをね、久々にやっていくんですけれども、今回は一味違います。今回の現役純正リアタイは吉田正尚選手抜きで戦っていきたいと思います。10月4日現在ロッテに 1.5 ゲーム差をつけて首位をひた走っているオリックスなんですけれども、まあ、つい最近ね、復活したばかりだった吉田正尚選手が、まあ、デッドボールを食らって、まあ、約1週間で再び登録抹消、さらに今シーズン絶望という、まあ、ニュースが飛び込んできました。ただね、まあ、こういう時こそね、全員で勝つ、その言葉の通りに今日は戦っていきたいと思います。ただね、ベンチには正尚選手を入れて、まあ、見守っていただくと、まあ、いった感じでございます。打順に関してもなるべく現在のリアルに近いオーダーを再現しております。紅林選手を3番に入れてます。福田周平選手がセカンドなのでセンターにはジョンジーを入れております。それでは試合どうぞ。はい、ということで木が変わりましたので、またゴールドランク1からのスタートとなっております。相手の先発ピッチャー菅野投手ですね。よろしくお願いします。さあ、今回はね、しっかり正尚選手がね、打順にいなくても勝っていけるってところを見せていきたいと思います。さあ、宗選手、まずは先頭バッターを打ち取っています。オッケー。うわー、くそ。さあ、3番紅林選手、ここがね、今回のオーダーのミソですね。オッケー、正尚選手の代わりに3番を打っていただきましょう。はい、そうですよね。オッケー。何気に僕の動画では初出場ですね、紅林選手は。ああ、ここはサードゴロ。はい、ということで今回の先発ピッチャーは山本由伸投手ですね。エースでしっかり勝っていきたいと思います。はい、ということでね、まあ、前回の、ね、第2期は終わってしまったんですけれども、まあ、今回ね、第3期かな、スタートしまして、まあ、今回はね、リアタイ、まあ、前回が、第2期があんまりリアタイ、合計で100試合ちょっとぐらいしかできなかったんで、今期はガチっていきたいと思います。ガチってね、達人まで行きたいですね。僕、まあ、達人まで行ったことないので、クロート卒業をね、目標にやっていきたいと思います。オッケー。はい、OK、由伸さん、ナイスピッチ。はい、さあ、ライト、OK、ナイスライト。さあ、初4番起用のラオ選手。バッターボックスには4番、杉本。バファローズ、得点に動きはありません。OK、あのカットボール狙っていきたいですね。この場面はどうしても出塁しない。あー、2球出しもうた。バッターは5番T さん、お願いします。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。しっかりよく見てね。さあ、はい、 OK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 。 さあ、このランナーしっかり大事にしていきたいですね。あー、しまった。どうしてもちょっと渋い立ち上がりになってしまったんですけれども、まだね、安打数では勝ってますので、まあ、記念すべきね、初戦勝っていきたいんですけれども、でしょ。OK。そういえば今日のね、本日、抑えがね、追加されてね、山本由伸選手の B ランクが登場したんですけれども、めちゃくちゃ強かったですね。あれやったらアニバ
頑張って取りに行きたいなって思いますね。ちょっとエナジーもね、ちゃんと確定まで狙える位置にあるので、ちょっと由伸選手は検討してね、なるべく取っていきたいなと思うんですけれども、まあ、それまでのこの後の追加でね、他にもいい選手が来たら選択契約書の方にエナジーを温存するかもしれないんですけれども、まあ、その辺もちょっとまだ決めておらずというところで。でもただ由伸選手がもう過去最高級に強いんで、ちょっとあれは取っときたいなという感じはしますね。さあ、そういった配球で攻めてくるのか、まあ、肩が強いキャッチャーさあ、レフト OKOKOK、 素晴らしいほどの安心感がありますね。バッターは7番に入っている丸、2アウトになっています。さあライト OKOK、 ナイスピッチナイスピッチ。はい、ということで久々にモヤ選手使いますね。いや、去年のシリーズ1からモヤ選手当たってないんですよね。なので僕のオーダーには入ってきてないんですけれども、まあ今回は現役純正ということで復活しております。はい、しっかり見ていきましょう。ちゃんと見てスライダーとカットボール見分けられたら打てるはずなんで。 OKOKOK、 慌てない。オーケー、とりあえず無理やりライトに持っていくと、まあ、ギリギリですね、だいぶ。そしてここで代打ですね。で、正隆選手は今回使えないので、ここ僕あえて佐野さんでいきます。佐野さんもね、動画に出てくるのかなり久々ですね。ジャイアンツピッチャーが変わります。ピッチャーが宮西選手に変わりましたね。さあ、慌てずに打っていきましょう。おい、はい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 、外れました。ワンボールです。オーケー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 、とりあえず2点取りました。はいはいはい、とりあえずちょっと打線締めてたんですけれども、佐野選手の見事なタイムリーで2点先制しました。そしてここでジョンジーと、あー、ジョンジー、いやー、言い訳がつかねえ。宮西さんがね、最近ちょっと苦手なんですよね。いやー、ちょっと宮西さんむずいですね。さあ、最終回しっかり2点抑えていきましょう。なるほど、そういった攻め方をしていける。外のボール打った、ここは打ち上げていた。セカンドランナータッチアップ、ワンアウトだ。あー、ジョンジー、ナイスセンター。 OK、 はい、ありがとうございます。もう1試合行きましょう。はい、ということでよろしくお願いいたします。ということで、相手の先発ピッチャーはまた菅野さんということで、実はね、4試合目も撮ってるんですけど、まあ、動画ではまだ2試合目なんですけれども、4試合中3試合が菅野さんという状態です。さあ、そろそろね、3試合でも勝ってるんですけど、全部特別延長なんですよね。楽にスカッと勝つところをね、見せていきたいんですよ。OK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 、よしよしよし、宗さんしっかりチャンス。そして紅林選手、今日一番紅林選手で打ちたいと思ってるんで、ちょっとここは一本お願いします。あー、危ない。さあ、新3番紅林選手、うわー、入るか。はい、変化球が決まっています。すぐに追い込みました。よいよい、 OKOKOK。 さあ、おお、危ない。 OK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 。 あー、ダメ。あー、進塁打にもならんかった。じゃあラオウさんで決めたいと思います。はい、ピン発動してるな。 OK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 。 さあ、ラオウさんで、そう、正隆選手がいなければ俺が決めると、これが3球目言って、あー、オッケー、抜けたけどランナー帰らない。まあ、スライダー。さあ、ここでヘイティ、
さあ、そしてバッターボックスにはヘイティお願いします。入っています。さあ、チャンスが続く。オッケー、落ちる。オッケーオッケーオッケー、華麗に先制点取っていく。ティーの勝負強さが出ましたね。オッケーオッケー。さあ、もっといくよ、もっと。浅鷹選手がいなくても全員勝ってくれ。超えてくれ。オッケー、ナイスバッティング。そう。素晴らしい、素晴らしい。さあ、もやさん。久々のもやさん。オッケー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 。しっかりと見極めました。ああ、ファーストゴロだったね。一塁アウトで3アウト。はい、ということでこちらの先発ピッチャーね、山岡投手でいきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、相手バッター1番から大谷翔平選手ということで、負けずに、さあ、ここにスライダー、ナイスピッチということでね。はい、ちょっとここでねピッチングタイムなので、告知をねさせてください。あの、生放送をね最近しております。リスナーリアタイであったりとか、あとはランク戦とかね、あとイベントとかもね雑談しながら回っていけたらなって思っておりますの で、YouTube で、できるので YouTube でやっております。まあ、ちょっとまだ品質的にはね完璧ではないんですけれども、改善しながら皆様と交流して楽しい時間作っていきたいなと思っておりますので、よかったらね通知取って遊びに来てやってください。よろしくお願いします。ということでね、はい、三振取ってワンアウトランナー二塁で、相手は正隆選手。こっちの正隆選手は今は骨折なので今日はいないということで、正隆選手抜きで戦っておりますが、いやー、正隆選手はねでもやっぱ使いやすいよね。いやー、1点取られる。初失点しましたね。4試合目で初失点です。ちょっとこれ以上はね点取られたくないですよ。 OK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  さあ、 OK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 。 いや、怖え、岡本怖え。さあ、 OK、 ナイスボール、ナイスボール。さあ、スラーブ有効的に使っていきたいよ。さあ、スラーブ、そう、 OK、 ナイス胸。さあ、丸選手ね、広告打法発動していない。OKOKOK。これ、まんま投げすぎたらやられるんで、インハイにシンキングファースト、結構危ない。OK、ナイスピッチ、ナイスピッチ、ナイスピッチ。そして、どうしようかな、ちょっと低めに縦カットで一回様子見たい。OKOKOK。ナイスピッチ、しのいだ。なんとか同点のピンチをしのぎました。さあ、2回ですね。ここは代打ですね。代打中川さんでいきます。ジョンジー、レフトフライ。 OK、 よしさあ、もう1点取りたいよ。さあ、気を取り直して最終回しっかりこの1点差守っていきましょう。ということで、能見選手をマウンドに。さあ、能見選手もねオリックス純正の中だったらね中継ぎのね一角に入ってきますね。ツーシームフォークを持ってるんで、結構中継ぎで短いイニングだったら全然通用しますね。で、普段ね、能見選手とね、多分対戦する人なんてまあいないですよ。僕もリアタイで実際対戦したことないんで、まあこの初見殺しと言いますか。まあ言うてもツーシームフォークくらいなんですけれども、あとはこの、セットからでも美しいこのフォームで抑えていくという感じですね。はい。そしてアウトコースに、このフォークボールと、さあ、守り方をやっぱ正隆選手がねいない今はね、もう粘って柳田来た、粘って接戦をものにしていくと。そして少ないチャンスをしっかりとものにしていく野球。 OKOK、 ここ一発出たら怖いな。さあ、フォークボール、 OK、 振ってくれた。よし、ありがとうございました。
さあエンディングいきましょう。はい、ということで正隆選手がいない状態で純正現役リアタイやっていきました。まあ、動画ではね2試合しか映してないんですけれども、裏では4試合やって4勝0敗という結果でございました。一応スコアの内訳がこんな感じなんですけれども、まあ1試合目2対1、その後0対0、0対0、2対1という結果でした。まあスコアとして派手な感じではないんですけれども、まあもう失点とかも最小限に抑えて、でまあ4試合中3試合特別延長の中、アンダースで試合をもぎ取るという展開でございました。まあ実際も残り15試合ですね、正隆選手はいないんですけれども、まあファンも含めて全員でね粘り強く接戦をものにして優勝見たいなと思います。頑張ってください。ということで本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。